長野氏は、日本の元大蔵官僚、弁護士、西村朝日法律事務所パートナー、東京都立新宿高等学校、東京大学法学部を経て、大蔵省入省、大臣官房文書課配属。以後、大臣官房調査企画課、経済企画庁出向、豊岡税務署長、関税局企画課長補佐、銀行局総務課長補佐、同銀行課長補佐、大臣官房調査企画課長補佐、主計局主計官補佐、外務省在イギリス大使館参事官、蔵省秘書官を歴任。税制改正が盛んだった80年代後半には、主税局、90年代の金融改革期には、金融当局にあって金融ビッグバンを主導、山一証券の破綻処理に関わるなど、大蔵省が扱う実務の最前線で活動し、同期で主計局が長かった、武藤敏郎、中島義夫と並んで、将来を嘱望されていたが、大蔵省接待汚職事件に絡んで接待を受けていたことが批判を浴び、1998年に、減給処分を受けて退職した。その後、司法修習を経て弁護士となり、西村朝日法律事務所でパートナーを務める。同期に、中山京子、中山茂明、武藤敏郎、坂田正宏、岡田康彦、中島義夫、佐藤健、久保田勲、新村純一など、株式会社、マルハニチロホールディングス第6期有価証券報告書。ありがとうございます。